はようございます。旅好きアラサー女、せんちゃんです。今日は函館旅行2日目でございます。もうね、今日で帰ってしまうのでね、今日は函館を満喫していい思い出を残して帰りたいと思います。まだ函館の1本目の動画を見てないよって方はね、ぜひぜひそちらから見てみてください。動画概要欄に載ってます。それでは2日目楽しんでいきましょう。今回宿泊したのは LC 五稜郭ホテル。本格的なフィンランド式サウナが楽しめるホテルです。男女別のサウナの他にプライベートサウナもあって、旅の疲れを癒すのにぴったり。実は今回の旅の最後にもサウナに入りました。本当に気持ちよかったな。屋上ではビアガーデンもやっていて、初めて食べるジンギスカンに感動。ホテルについては前編の動画で詳しく紹介しているので、ぜひ見てください。それでは函館旅行2日目お楽しみください。展望1階からエレベーターをご利用くださいませ。お足元の不自由な涙もんだわ。ようやく会えました。ソフトクリームも売ってるんだ。新鮮グルミックスラムネ味なんだ。へえ。これはちょっと気になっちゃうな。これが新鮮グルミックスと新鮮グルミソフト、色がラムネ味らしい。いただきます。さっぱり、ラムネだ。美味しい。あ、これは美味しいぞ。おすすめ。五島県。函館の歴史と文化の香るレストラン。あ、カレーとか売ってるんだ。美味しそう。やっぱカレー買って帰りたいな。なんかフードコートみたいな感じ。あ、土方歳三資料館からここに寄贈してあるんだ。知らなかった。これが。嬉しい、会えて。たくさん土方さんがいる。最高の場所。この噂の五稜郭公園。おお。暑い。念願の五稜郭。五稜郭の中を歩いている。想像できなかったこんなことは。土方歳三も喜んでいる。歳三さんがここで。グッとくるな。衣装着て撮影撮影できるんだ。あ、こういう感じね。ちょっと暑いかもしれないけど、土方さんが着てたのは黒ガラス。おお、ね、やばい。入るよ。誠入るよ。誠入ります。誠。すごい。誠。ここまで着けてもらえます。もちろん。映えスポットあった。 I have a wing. Love and peace, happy, lucky って書いてある。すごいいいことばっか書いてあるわ。
五稜郭回ってきました。念願の五稜郭来れてよかった。そして土方さんのモノマネもできて感無量でございます。インスタグラムに写真アップするので見てみてください。甘い系のソースだと思わなかった。美味しい。おお。高い。高いのか。うん。顔はめもある。これで今ここあロープウェイだ。かなり大きいロープウェイだ。すごいこんな感じなんだ。じゃあここでしようかな。これはすごいな。噛み入れてる。おお、風が涼しい。まだ上があった。こっちだこっちだ。かなり体感の温度が下がりました。うお、素敵。恋に落ちそう。めっちゃトンボ飛んでるわ。まだ上があった。おお、綺麗。すごい。函館山の、頂上の展望台に来てます。すごい風が涼しい。めっちゃ気持ちいいです。すごい船
函館山。If I'm lost along the way, if I wander off onto a different trail, will you forgive me if I fail? When I'm lost and derailed.函館奉行所、ここか。あの黄色い建物が公会堂だそうです。ついにこの地にやってきた。土方歳三最後の慈悲、ここなんだ。わわわ、泣けてくるな。ここなんですね。土方歳三最後の地、ここで。土方歳三最後の地に来ることができました。3年前に新選組の聖地巡礼を始めて、ようやく北海道函館最後の地を訪れることができました。新選組ファンの皆様ね、長らく最後の動画、函館の動画を出せなくてすいません。でもやっとこうコロナが落ち着いてきて、いろんなところに行けるようになってきたので、ぜひ皆さんも大好きな場所、行きたいところに遊びに行ってみてください。なんかすごく空気が凛としてて心が安らいでおります。はい、これでよかった。今回こう函館でお仕事できるっていうのは土方さんが呼んでくれたんじゃないかぐらいに思ってます。また函館来たいな、本当にいい街だった。だからね、絶対ねまた函館に来て美味しいものを食べてのんびりと過ごしたいと思います。ぜひ皆さんも函館遊びに来てみてください。土方歳三ファンの人はね、もう絶対来た方がいい。すっごいいい場所です。これで函館編および新選組の聖地巡礼おしまいになってしまいますけども、何回回ってもいいからね、何回回ってもいいと思うので、また京都とかね、日野とか会津若松とか仙台もいろいろ行きたいと思います。今後の動画にも注目していてください。また次の動画でお会いしましょう。せんちゃんでした。